グレープシステムは組み込み総合技術展において DLNA ソリューションを展示しました。DLNA とはデジタルリビングネットワークアライアンスの略で、全世界で約200の企業が参加している団体です。団体のガイドラインによれば、家電などのオーディオビジュアル機器やコンピューターはメーカーが異なってもデータを相互にやり取りができるよう使用基準の策定を決め、その仕様をミドルウェア各社に提供しています。今回の展示では、グレープシステムが AWACS 社の DLNA 技術のソリューションを紹介しています。今回こちらにご用意しましたのは、そのミドルウェアを実装しましたデジタルメディアアダプター、要はビデオのコンテンツを DLNA を使って配信して、でそれを再生する装置です。でこちらの装置の中に AWACS 社のデジタルメディアプレイヤーというミドルウェアが入ってまして、それを使用しましてネットワーク上で配信されたビデオコンテンツを再生、そしてテレビに映し出すような仕組みを実現しています。 DLNA 技術は家電のデジタル化に伴い、映像や音声はデジタルデータとして扱えるようになり、パソコンとの親和性が向上したことがベースになっており、情報家電の在り方の一つを示しています。主に DLNA というのは家庭内で構築されるネットワークですので、いわゆる家庭内で使われるオーディオビジュアル機器、液晶テレビメーカーですとかハードディスクプレーヤーのメーカーですとか、デジタルのメディアサーバーのメーカーで、あとは最近は携帯電話なんかでコンテンツのコントロールができますので、携帯電話のメーカーなんかもターゲットになるかと思います。近い将来、DLNA2.0 のプロトコルも出る予定で、コンテンツの場所に関係なくどこでも視聴できるネットワーク AV という発想が可能になります。例えばデジカメで撮った写真をテレビで見たり、ネットワーク経由で印刷したり、いろいろな展開が考えられます。今後グレープシステムは AWACS 社の代理店として日本のマーケットシェアをサポートしていく予定です。DigInfo News